誰もが抱く妄想私の頭の中ではこんな愛が溢れてる <laughs> 木曜愛の妄想劇場珠代さんのちょっとハスキーバージョンも素敵ですね <laughs> 舞台で声を使いすぎてます <laughs> 木曜愛の妄想劇場「あなたの恋愛にまつわる妄想」を募集して紹介してまいります今週もあなたの妄想届いてますよまずは大阪市城東区いつも本当にありがとう MBS ラジオ大好きのラジオネームすょうはダブルデート。 男友達に俺の彼女も友達連れてくるから二対二でちょうどええやんって誘われたんだけど知ってるよこういうのって自分より身をりする友達を女の子は連れていくものだって自分もそんな友達のかっこよさを際立たせるパーツにすぎないだとしたら そう友達の彼女が連れてくる子っていうのもそのパターンだろう待ち合わせ場所で友達は自分の彼女と楽しげに話した後お互い初対面の僕と女友達を紹介したすると「あっかわいいめっちゃタイプ!」少しホッとした反面 自分はどう思われているんだろう不安な気持ちになった付き合っている二人を追いかけるように歩く僕たち寒いねそうですね弾まない会話そこで心のど真ん中に剛速球を投げ込んでみたあの二人みたいに付き合おうか えあ、いいですねストライク <laughs> 僕たちの歩調が少し弾んだような気がしたおしまい今のは絶対笑かそうとしたでしょストライクはど真ん中の豪速球ですから いやいや本当に亀山俊さんにいつも言われてるんですよ。判決の口調ですあれは。審判のコールが大事だ <laughs> <laughs> もうストライクって聞こえないぐらいのコールするんですよ <laughs> 審判さんって。それぐらいの <laughs> やりすぎましたすいません。いやいやいや。ダブルデートね。うわもうこんな告白してくれる人って結構いないですよね今装飾で現実ではだから妄想ならではですよこれ。 ああこの人男の方ですけど、うん、むしろ男の人って意外とど真ん中投げ込んで来ないもんですか。来ない来ない。あそうですか。今のね人は。あそうですか。うんうん傷つくのが怖いっていうのが草食男子の特徴だというふうに聞いたことありますが。はい。我々の世代でもそうですよ。男の方が臆病ですわ。もうえ亀井さんはあれでしょどんどん行くでしょ。いやいやあのそんなことないんですよ。<laughs> <laughs> これは、ね、もうもう番組だけの話だね<笑><笑>今までに、ね、たくさんもあの時にあの時に一歩前に出ておけばよかったっていうことが数知れないぐらいありますね。勇気がない傷つくのが怖いっていうのもありますが、うん、もう一つはねその女の人が今言ってくんないかなって待ってるのにそれに気付かないんですよ男っていうのは鈍感で。 私たちそういうふうになっていいんだよっていうふうに言ってもらわないとあ今言ってよかったのか今言うタイミングだったのかほんとバカでも例えば女の人がね、はい、ちょっとアピールしてきたらいけるもんなんですかなんか大事な子ほどこう手をつけない的なのって<あ>あそ,そんな嘘でしょこれ僕の意見ですけど、ええ、あの好みである好みでないにかかわらず、うんはい、意思表示はしていただいた方が、うん、男は 楽っていうのは良くない言葉ですが、はい、あの態度が決めやすいです。はい、気づきはい、はい、気づきがありますそこで。あのそもそもあのこの人僕を男性として興味持ってもらってるのかっていうことも気づかないもんですよ。<ー>単に仕事仲間だから大事にしてくださってるんだ取引先だから良くしてくれてるんだと思ってますし、うん、友達だから気さくに話しかけてくれるんだと思ってますし、うんうん、そういうもんだと思うんですよ。 意識してない相手に対してじゃあさ,じゃあさチューしていいよって言ったらチューしないのもダメんんどっちがチューしていい,てい女の方が、はい、チューしていいよって言ってチューしてこないのもダメあ難しいですねびっくりしてるっていうのはあるかもしれませんびっくりしてるびっくりしてるって,って,るってのはあるかもしれない かびっくりしてるって何それ。男は鈍感なんです。もう女の人が私にキスしてほしいっていうぐらい気持ちが盛り上がってるのに、自分はまだね飲み友達ぐらいにしか思ってないことあるんですよ。じゃあ好きじゃないんでしょ。その時点ではですよ。うん、ただあの思いを寄せてもらってるんだ、自分のことを男性として意識してもらってるんだっていうことを知った瞬間に、うん、そこに何かなていうか心のあのキーホルダーが付きますから、1個。 だけど追いかけたい男の人はもう無理でしょそんなこと言われてもこれタイプによりますけどねでも長期戦で考えたらねその時は全くそんな着なかったりとか別の女性が好きだったりしても振られることだってあるわけじゃないですかその女性にうまくいかないこともあるわけじゃないですかそん,んでそんな時につかず離れずいてくれていた、まあ、友達以上恋人未満だった人に対してあ 俺のことずっと見てくれて支えようとしてくれてたのは君なんだなっていう風に新たな気づきがそこでであるかもしれんですよ気づきが気づきをだいぶ前に見せててもないってことはもうないんですね <laughs> でもね先週シルク姉さんから名言が出たんですよ「はい、玉ちゃん恋愛うまいこと言ってんの?」いやもう全然ダメですわ」って「玉ちゃん相思相愛なんて奇跡やからね」って。<laughs> お、そうなんやと思って、追って追われるもんなんだと思って。男と女は。ああ気持ちフィフティフィフティっていうのは、うん、ほとんどないと、あったとしても、そういう状態一瞬だけだと。うん、どっちかの思いが強くて、どっちかが追いかけて、追いかけられる関係というのが、むしろ普通だと。うん、デフォルトだということですか。うんうんうん、まあね。あの、ね、一般論じゃなくて、ずっと玉代さん自身のことを聞かれてたんですね、これ。<laughs> そうです。<laughs> 妄想って言いながら、リアルな話だったんですね、<いや> <laughs> <や>これ。 知らなかったそうかダメかもうじゃあ <laughs> <や>もういいや諦めよう僕は一般論のつもりだったんだけどないい諦める諦める、えー、玉井さんの放送行きましょうはい、はいえー。ラジオネーム松原氏からあごめんなさい松原氏からいただきましたラジオネームコミック好きさんからいただきました落ち着いていません松原氏のラジオネームコミック好きさんですね <laughs> すちょっと動揺しております大丈夫ですよはい。 同じ会社の同期として入社した三人。営業成績優秀なチャラオ風で人気者の K 君。海外事業部で無口だけど優しい T 君。全く違うタイプの二人からなぜか好かれるってへ。目立たない総務の同時な私です。お願い。 私のために喧嘩をしないで二人の男が私のために恋の火花を散らすまあ二人からねタイプの違う二人から好かれるっていうあこの形はと出てましたが総務なんですね妄想ですけども総務なんですね総務家なんですかね総務,総務の同な子ですね。<ー>ねでも 結局会社員サラリーマンの一人として言わせていただくと、うん、むしろ総務の女の子こそ私はドストライクでですねでしょうみんな男はみんな好きなんですよ、総務の女の子デスクの女の子。好きでしょいや、仕事ちゃんとしてますよ、してますけど、うん、なんかこう、女っぽい、うん、総務ってこう,なんかこう奥さんっぽいじゃないですか、陰<ー>でこう<お>いろいろ知ってるみたいな。うん で放送局とかあとそれこそ吉本さんの総務の方もいらっしゃいますし仕事できる素敵な方きっと大勢いらっしゃると思うんですけど商社とかメーカーとか一般の会社でいうと基本的にこんな言い方していいのかな女子社員のステータスでいうと秘書家あるいは営業とかねそういうとこに一見人気が集まりがちなんですよ。秘書っていうのは 本当にそうかどうか知りませんがやっぱり綺麗な人が多いと思いますイメージで言うとねでなんか高嶺の花みたいな感じうん、うん、で社長室にいるっていうだけでなんか近寄りがたくて、うん、ああいう人と付き合えたらいいないつもピシッとスーツ着こなしてって思うじゃないですか、うん、で営業行くと華やかでパワフルで、うん、会話も上手でお得意さんから誘われても上手に交わしながらでもしっかり成績を上げるみたいなうん、うん、で総務は昔「庶務にっていうね総務課を舞台にしたドラマがありましたが s m、うん、マックさん出演でね、うん なんか電話かかってきて「うちの部の電球切れちゃったんだけど総務課派遣してくれる?」って言って「電球買いに来ました」みたいな「うんうん、ノートなくなったんだけど」と「ノリの補充です」みたいな目立たない地味な職場と思いがちですがそうじゃないと。 いや、ちゃんと支えてくれるいい奥さんになりそうなのは総務の仕事がしっかりできる子だよということで意外にサラリーマンは人気ですよ日本の男の考えですね <laughs> 結局あれでしょ転送を守ってほしいんでしょ女子には、まあ、なんか派手なことしてくんなみたいなことでしょううう別,別に私最高裁判所の裁判官でもなんでもございませんが <laughs> いやいや夫婦別姓でもそうにいいと思いますけどいや,いやどうそういうことでしょう。自分よりまあ抑え気味でみたいなところあるんでしょ男子はそん,そんなことないんですよでもいや ああ女だってまた来たいんですよ。そこをね、はい、素敵だな、付き合いたいな、うん、ねって思ってくれる男性が増えることを願いますよ、本当に。なんで私こんなに責められなきゃいけないおめおめようと。<laughs> もう一つ言っていいですか？はい、ラジオネームブッチャーさんこの方いつも続きでいただくんです。ま、神戸市浪区の方の。はい 女子アナ妄想第3弾を聞いてください僕の彼女は女性アナウンサープロレス実況の夢を叶えるため、はあ、鹿児島の放送局を辞めてフリーになり、はあはい、東京にやってきた、はあ、そんな彼女と俺何の保証もない東京での同棲生活生活は 苦しいもんだ彼女も一回はプロレス実況が叶うもそれは誰もほとんど知らないプロレスの団体 <laughs> 放送されても10秒から20秒ほど彼女の実況は全然生かされず評価もされずとうとうその団体まで潰れてしまった <laughs> そ<う>亡くなった仕事 でも彼女は、俺の前で笑顔を絶やさなかったそんな状況で俺は、なあ、結婚してくれないか、幸せにしてやるから大丈夫かでも彼女は、ごめんなさい、私、このままでは絶対終わりたくないのこんな結果で鹿児島には帰れない、絶対結果を出したいの。 私頑張るだがよかっこ鹿児島弁断られたわかったそこまで気持ちがあるならとことん頑張れ俺のことは気にせずアナウンサー頑張って頂点目指せよし今から夜のプロレスやるぞこの日の夜はの激しい技の応酬だった この後彼女に天気が訪れた <laughs> また続くなこれ <laughs> いやいやいやしかししかしもうあの団体まで潰してたらもうやめた方がいいんじゃないですかもうすごい妄想ですね止まんないですねもうね <laughs> はあ<ー>。いや結構申し込むかいやついていったんやいやこれすごいですねこの話 あのでも分かります仕事がうまくいかないときに女性の方って逃げるような形で行きたくないんですよね結婚に。ああそれはありますね、うん、それは永久就職っていう言葉もありますけど私はでも一回あって落ち込んだ時は結婚に逃げようとしましたけど逆に 女の人はその逃げたがらないじゃないですか。はい、あの、うん、もうちょっと頑張る。はい、それはねちょっと甘いじゃないかなっていうところもあるんですけど、うん、どうなんでしょうね。どう思います？これいろんな生き方があると思います。<laughs> あの例えば結婚して家庭に入る専業主婦になるっていうもうこれ立派な職業の選択だと思うんですよ。うん、あの専業主婦って大変ですよ本当に。うん、いろいろ見てますと周りの方でもね。うん。 ただあの専業主婦を選ぶにしても仕事なら仕事をやりきった状態で次のキャリアに進みたいっていうのはきっと思ってる方多いと思いますあの今日の、ね、夕方のニュースで一番多かった一つに澤、うん、穂萌さん引退で会見されました、ねはいはい、サッカーで。うんで ご結婚されましたよね。すでにね。で,で,で、結婚された状態で、次の利用後に目指します。頑張りますっていうことだったんですけれども、うん、あの、もう引退を表明したということで、リオオリンピックは後輩に夢を託すということになりました。で、それは結婚したから辞めるわけではなくて、むしろ澤さんとしては、サッカー人生をより良くするために、もう。 頂点をキープするために、結婚もしてっていうことだったと思うんです。それ間違いないと思ういい。いいところで、もうやめるっていうね。や、うん、めてから結婚じゃなくて、結婚した状態で。まだ選手として、キャリア続けたいと思って頑張ってきたんですけれども。純粋にプレイヤーとして、やっぱり私が考えるレベルに達してないということだったみたいです。いや、かっこいいですね。うん、さよならの向こう側ですね。ああ、ね。マイク置いちゃうんですよ。山口百恵さんもね。うん。うんだから。 結婚ということがキャリアを終わる一つのきっかけではなくて一つ一つ別に考えて一つ一つそれぞれを大切にして生かした一つだ一回結婚するんう一回 仕事するみたいなのが好きもう妄想でこれだけね深読みできる我々もどうかと思うんですけどちょっっと必死になってます、ね、ちょっとブッチャーさんなかなかいいこと書いてると思いますよじゃあ私も結婚するこれからはあなたの,あのリングサポーターになるっていうんじゃなくて「うん、私はあくまで夢を追いかけたいのと」と、うん、こんなんじゃ鹿児島に帰れんだがよ頑張るだがよって言った彼女の妄想ですけど「応援したいですよ」。第4弾お待ちしてますよ、ね、続くでしょうそうそそう、はい 鹿児島行くんじゃないかなまたこの人などうなんだろう <laughs> 団体つぶしていますからね一回ね <laughs> そうですねまだプロレスにこだわるのかそれとも新たな展開があるのか <laughs> <な>、ね、<laughs> さあ、えー、今日の妄想劇場はこれまでですが来週は12月24日クリスマスイブの放送ということでこの愛の妄想劇場は拡大版でお送りしたいと思いますはい いつにも増してあなたからの妄想をお寄せいただきたいと思います温まるやつお願いします普段は聞くだけだったというあなた、うん、そんなあなたにも1行でも2行でも思ってる妄想あるんじゃないですか、うん で何だったらバックにこの曲をかけてほしいみたいなことってできないあの、うん、できるだけリクエストにもお答えしたいですよいい、ね、今、はい、あのうちのディレクターのあかねちゃん、はい、うんうんって言ってますからやっぱり音楽って大事ですからねなるほどリクエスト曲とともにの妄想でも大丈夫です可能か限り私たちも頑張ってやりたいと思います。愛のの妄想劇場メールの方は88 ファックスは90 90およびはがき職人の方は郵便番号5308304いずれも「MBS ラジオニュースターラジオ」木曜「愛の妄想劇場」までお待ちしております。